リンリン、ハローパラレール、リンリンパラレルのリントです。はい、今日はタイトルでございます通り、共感者求むということでね、はい、何の共感者かっていうところですね、お話していこうかなと思うんですけど、ヘビちゃんとかが入っているケージの匂い、良くないですか？もしかしたら、私だけなのかもしれないんですけど、特に、このうちのね、セーブシシバナヘビの、サナちゃんのいる、このケージの匂いがですね、すごい好きなんですよ。サナ、すごい状況になってる。サナ、ちょっと出といで。えい、失礼するよ。まず、その隙間よく入ったな。はい。うちのサナちゃんでございます。はい。で、このサナちゃんのケージ、まあ、クルミのね、床材を使ってるから、そのクルミの匂いが好きなのかもしれないですけど、うん、このなんだろうな、ペットショップとかあとは動物園の爬虫類がいるようなところのあの匂いが私好きなんですよね。爬虫類特有の匂いと、今これ何の匂いって言ったらいいんだろうね。ちなみにね、レオパのケージの匂いも好きです。あとサバンナモニターのケージの匂いも好きなんですけど、サバンナモニターはね、どちらかというと、まあ、こっからね、こうやって見えますけれども、サバンナモニターのケージはね、結構こう、なんだろう、空気が外に出やすいので、匂いがね、そんなにないんですよね。おトイレの匂いがちょっとするかなぐらいで、他は本当に全然匂いしないんですよね。空気が簡単に抜けるような構造になってるんで、横もね、網だし、上も網だし、あそこのところも網だから、基本的にはね、空気が、外に出やすい構造になってるので、うん、なんだろうな、匂い自体もそんなにね、上がってくるものじゃないんですけど、で、レオパのケージはどちらかというとこもりやすいので、ちょっとこもったね、その、爬虫類独特の匂いというか、まあ、レオパの匂いというか、はしますね。だからただどちらかというと、うんちの匂いの方が強くなりがちかな、っていうところなんですけど、この子はね、うんちが、まあ、そんなに、その、しょっちゅうするタイプではないので、まあ、1週間に1回とかなんですよ、おトイレをしてるのは。からまあ2回に分けて出してるのかなぐらいはありますけれども、毎週木曜日にご飯あげてて、大体月曜日だな、大体こう消化をしっかりして月曜日ぐらいにうんちをね、ブリッと出します。でその時にうんち出てるのを確認して、うちはね、こういうなんかコーヒー豆とか多分測る用のスプーンだと思うんですけれども、このスプーンで、こう、うんちの部分だけ、こうやって、すくって、捨てるって感じですね。で、足りなくなったりとか、こう、量が減ってきたら、床材をね、新しく入れていくって感じですね。はい、こんな感じで、クルミの床材がね、ありますので、これをね、入れていくっていう感じなんですけれども、ほんとね、2キロ、これ2キロで買ったんですけれども、特に、全然、なんか簡単には減っていかないですね。うん。結構長持ちしてますね。もうこの子をお迎えしたタイミングくらいで、お迎えして1週間、2週間ぐらいはね、最初ね、下、人工芝とか、引いてたりもしたんですけども、もうちょっと人工芝引いてたかな。ちょっと覚えてないな。うん、でいろいろ考えて、この子のケージのレイアウトを夏っぽいこうバカンスの雰囲気っていうのにして、ちょっとでかすぎるんだけど、ひまわりのね、この観葉植物というか、これね、造花と、このなんかビーチソファー、ビーチチェアみたいなやつを置いて、ちょっとまあ夏っぽい雰囲気のね、ケージレイアウトにこの子はしてあるんですけれども、うん。その時ぐらいにね、このクルミ買ったけど、その時からあるからね、結構長持ちしてますね。で、まだ入ってるから、まあ、あと半年ぐらいは持つでしょうっていうところですね。で、半年経ったら、次ね、ちょっとバーミキューライトが余ってるんで、バーミキューライトの床材に変えてみてもいいかなとも思いつつ、考えてます。まあ、微妙だったらバーミキューライトにもしないんですけども、それは一回使ってみて微妙そうならやめるって感じですね。はい。
で、共感者求むっていうのはね、本当にこの匂いですね。分かってくれる人いるかな？この爬虫類の独特の匂いがすっごい好きなんですよ。で、運動会じゃないや。なんで運動会だよな。動物園ね。動物園の、爬虫類とかの、いる、その、展示のところの匂いも好きなんですよ。爬虫類館とかってね、まあ、あったりするじゃないですか、動物園とかだと。その爬虫類館の匂いとかめちゃくちゃ好きで。このなんだろうな、ちょっと独特というか野生味があるというか。ただ、その野生味はあるものの、なんだろうな、フクロモモンガとかの獣っていう匂いではないんですよね、どっちかったら。そう、動物園とかで言うと猿とかね、いるところの、ああいう匂いとはまた別なんですよね。どちらかというと、フクロモモンガとか、コウモリちゃんとか、まあ、哺乳類系って、どっちかというとその猿とか、いるような、あっちの、まあ、哺乳類だからね、同じ哺乳類だから、そっち寄りの匂いなんだよね。私の中ではね、感じている匂いっていうのは。もう、まあ、匂いの感じ方って人によってそれぞれなんで。で、フクロモモンガとか、コウモリちゃんとかは、どちらかというと、そっちのね、その、なんだろうな、野生味のある獣っていう匂いなんだけど、このね、ヘビちゃんとか、トカゲちゃんっていうのは、またそことは違う匂いでございまして、それがね、またいいっすね。共感者を求めます。もう本当に。分かってくれる人いるかしら。なんかね、この匂いが好きなんですよ。で、どっちかっていうと、水っぽい感じの匂いじゃないんですよ。水、水槽とかの、こう、なんだろうな、ちょっと、しっとりとした匂いというよりは、どちらかというと乾燥した、カラッとした感じの匂いって言ったらいいのかな。その、カラッとした感じの匂いが多分好きなんだと思います。どちらかというとね、フクロモモンガとか、コウモリってどっちかっていうとなんだけど、ちょっと水っぽい、ぺちょっとしたような、ちょっとしっとりしたような匂いがあるんだよね。わかるかな？この表現。この表現わかるかな？そうなんだけど、どちらかというと、この子たちっていうのはカラッとした匂い。で、他の子でも、エゾサンショウとね、イモリちゃんに関しては、しっとりっていうのはあるんだけど、しっとりっていうよりは、本当になんだろうな。まあ、苔とかそういう、なんだろうな、水蒸気が多いところの感じの匂いをするので、また、その、なんだろうな、フクロモモンガちゃんとかとは違うんだよね、匂いの感じが。まあ、そういう風にね、私は匂いを感じながらね、生きているんですけれども。そう、ちょっとね、この子たちの、この、それこそセブシシバネヘビとか、あとは、ヒョウモンとかでもどき、まあ、レオパもね、同じ感じのね、ちょっとしっとりというよりは、カラッとした匂いがするので、そのカラッとしたね、爬虫類の匂いがすごい好きなんでさ。ちょっとわかる人は、コメント欄にコメントください。いや、この匂いっすよ、っていうところでね、お話しさせていただければなと思います。はい、ということでね、今日は、共感者を求むということでね、この、爬虫類ちゃんたちの匂いのお話でございました。はい、もしよろしければこちらチャンネル登録、そして高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、よかったらそちらの方のフォローお願いいたします。そしてね、過去にもいろいろ動画上がっておりますので、よかったらね、過去の動画1本でもいいので、見ていただけると幸いです。でね、本当最近言うようにしてるんですけれども、高評価とね、チャンネル登録は本当やる気につながったりするので、よろしければチャンネル登録も何か不都合のあることではないと思うので、もうとりあえずポチッとしときやるか、みたいな感じで。で、高評価もポチッとしときやるかっていうことで、しといていただけると嬉しく思います。チャンネル登録とかもね、ただボタンを押すだけでできることなので、簡単な内容なので、よかったらやっていただけると嬉しく思います。チャンネル登録したからといってね、動画を見てくれっていうことではなく、ただとりあえずチャンネル登録、応援のため、みたいな感じで、ね、押してもらえると嬉しく思います。はい、それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ということで、以上、リントーでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。